100均で購入したマニキュアの成分表に、去年亡くなった友人の遺骨が含まれている。国語の問題文の中に、私がこれからどんな仕事について、誰と結婚し、いつ家族を殺めるかについて書かれた文があったが、あれは弟の話であったと、弟が目の前で逮捕されるのを見た半透明の私は思う。右胸に大きな目玉があるのだが、使いどころがわからず持て余していると部活の後輩に相談されたが、右胸にあるのは油性ペンで書かれた目玉なので、からかうなと笑うつもりだったが、目玉がゆっくりとまばたきをして、黒目が動いて私を見つめた。ヘルメットが重いので中を覗いてみると、中身と目があった。ウォークマンにムーダイという曲が入っていたので興味本位で聞いてみると、私のこと覚えてる、覚えてるよね、忘れるなんて許さないという死んだ姉の声で延々と私の罪を話していくというつまらないものだった。私の先祖はあるものに呪われており、ちょうど7代目となる私の息子は生まれつきエラがあり、これで呪いも終わると水槽の中の私はごぼりと泡を吐いた。雨の中、生めかしく笑う女は死んだ彼女というが、どう見ても彼女の母親の若い頃とそっくりであるので、母親の嫉妬深さに嫌悪する。久しぶりにストレッチをすると、体中の筋肉に文句を言われたので、偉そうに言うな、とつぶやくと、心臓の鼓動が極端に激しくなり、目の前が、暗くなる。先輩の土産にもらったキーホルダーは、小学生の時のタイムカプセルに埋めたものと全く同じだった。兄は珍しくキセルを愛用していたが、兄がキセルの煙を吐くたび、兄の首筋に椿の花の入れ墨のようなものが咲くのだが、その椿が赤く染まった頃に兄の心臓が止まり、解剖した兄の内臓の内側は椿の入れ墨で埋め尽くされていたそうだ。宅配便が届いたので箱を開けると、中身は人差し指20本だったので、慌てて警察に届けると、20本の人差し指はすべて同じ人間のものだったそうだ。私のアカウントのプロフィール欄に書いた覚えのない、一緒に死にませんかという一文が書かれた直後、一緒に自殺しましょうという大量の DM が、同一のアカウントから届いた。近所に突然できた喫茶店は評判で、連日行列ができていたが、ある日急に閉店したかと思うと、翌日から喫茶店に一度でも通ったことのある人物が自殺するという事件が連続して起きたが、その遺体のどれもが
コーヒーの香りがしたらしい。獅子が切り落とされる夢を見てからというもの、私以外の家族の両手や両足の怪我が増えたが、家族が怪我をした部位に、今度は失敗しないという文字が数日間浮き出る。小さな熊のぬいぐるみを甥っ子にプレゼントすると、お前は間違えなかったね。と、甥っ子が死んだ兄の顔で醜く笑った数日後、私以外の家族が全員失踪し、後日山奥で首吊り死体となって発見された。季節外れの風鈴の音に耳を澄ませると、ここから逃げて、という子供の声が聞こえた。私が買う小説には、私と同姓同名の登場人物が必ず登場し、その人物は、終盤で必ずむごい死に様を晒す。水筒にはスポーツドリンクを入れたはずなのに、中身を見ると腐ったネズミの死骸が入れられている。壁に飾られている絵画に吸い込まれそうになって、助けを求める恋人を無視して、腫れた頬の手当てをする間に、いつの間にか絵画に怯えた恋人の絵が増えていたのを見て、やはりこの絵画は福の神だと一人微笑む。弟の背中には肩甲骨のあたりに大きな傷があり、あれは天使の羽かもしれないと思っていた私が馬鹿だったと、弟に内臓を抜き取られながら思う。耳掃除をしていると、キュポンと何かが外れた音がしたので、恐る恐る耳かきを取り出してみると、耳かきの先端に小さな線がくっついており、何か生温かい液体が耳から流れ出して、なんか痛いし、頭ぐちゃぐちゃするし、でもぐにゃぐにゃで、あれ、よくわからんな。小川さんに注意して、と先生に言われて、誰のことだろうと不思議に思っていたが、友達と遊んでいるときに、汚れた皮を頭にかぶった裸の男が近づいてきて、小川さんだと友達が叫び、次々と逃げ出したため、慌てて友達の後を追った。きな粉と思って親から食べさせられたものは、木を削った粉だったが、本物のきな粉より美味しいので、木の粉を子供に食べさせようと思う。フライドポテトを食べながら話してたらさ、間違えて指食べちゃうことない？と笑う友人の右手には、人差し指と中指がない。気弱な弟は、水道水を飲むと気が大きくなるという性質があり、家族ともども困り果てていたのだが、ある日水道水を飲んだ弟がひとしきり高笑いをし、これで楽になれると言って倒れてから、弟が水道水を飲んでも性格が変わらなくなった。肖像画の叔父の目から、涙が流れる時は、親戚の誰かが警察に逮捕される時だ。
コップの水面に次々と浮かぶ苦悶の表情は、私がいじめてきた連中どもと同じ顔だが、それ以外に害はないので、今日もコップの中の水を飲み干す。風のせいで兄の声がかすれているのだが、私が数年前に殺した浮気相手の声そっくりで、落ち着かない。ソファーから咀嚼音が聞こえるとき、私の部屋にあるメイク道具が一つ、粉々に砕けて床に散らばっている。友人からもらった千羽鶴の一つに、血文字で私の名前が書かれたのを見つけた夜。私の心臓の近くに、切除することのできない大きな腫瘍が見つかった。玉ねぎを刻んでいると、目から何かが流れたため指で拭うと、緑色のドロリとした液体が指についたので、慌てて鏡を見ると、鏡の中の私は、紫色の涙を流していた。足の指に水ぶくれができたので、絆創膏を貼ろうとしたら、水ぶくれの真ん中にある黒い点が、ぎょろりと、こちらを向いた。愛用しているリップクリームが嫌な匂いに変わったため、泣く泣く捨てたが、この匂いだったのかと、腐敗した友人の遺体を横目に、ぼんやり考える。救急車のサイレンが一週間前から家中で鳴り響き、その音は日に日に大きくなっているが、ある日を境に音がピタリと止んでほっとした瞬間、床が地面ごと抜け落ちた。床の汚れをティッシュで拭き取ると、僕も、というか細い声がして、壁に黒いシミが浮き出た。絶景で有名な滝に足を運び、滝壺へ次々と身を投げる半透明の人々に拍手を送ったのだが、嫌がっていた半透明じゃない人が、半透明の人々と一緒に滝壺へ落ちた時の姿が一番面白かった。家のウォーターサーバーには、冷水、温水、ぬるま湯、泥水、酒の匂いがする何かが選べるが、よく使うのはぬるま湯だ。ニキビを潰すたびに、バラの香りがする。足に噛みついている生首は、トレーニングにぴったりの重さなので、お一ついかが？高笑いする癖がある兄だが、兄が口を大きく開くたび、兄の口の中に、かつての故郷の街並みが見えて、兄の口の中に入りたくなる。